そこの君、何かお探しかい？クエスト、アイテム、スキル、ダンジョン攻略。お困りのことがあったらお姉さんに相談してみないか？もちろん情報は有料だけどね。特別に初回限定サービス、今回は無料で教えてあげるよ。オイラはアルゴ、情報屋さ。それ以上の情報は有料だな。例えばこの三本ヒゲの由来は1000万クレジットいただくよ。つまり売る気はあまりないってことさ。でも君の名前は知っているよ。驚いたかい？君のことはキーボーから聞いているのさ。あいつとは昔からの付き合いでね、その前にブロッケン中の噂になっていたからチェックしていたけどな。いいお得意さんになってくれそうだからご挨拶に来たというわけだ。初心者なのにアファシスタイプ X と実装前の武器を手に入れたんだってな。おかげで君の情報が結構いい値で売れたんだな。何心配するな、名前とか基本的な情報程度だよ。こう見えてもお姉さんは裏が取れない情報は売らない主義でね。安心しな、変なことは言ってないよ。じゃあこれからよろしくな。オイラは大抵この辺にいるから。やっほー。それでね、分かったかな。説明するよ、ちゃんと聞いてね。あれ、君たち今日は買い出しかな。いつきさん。いや、クレハ君、この前の大会の録画データを見たよ。エネミーとの戦いの時も思ったけど、いい動きをするね。ありがとうございます。いつきさんに褒められるなんて嬉しいです。調子はどう？また君に会いたいと思ってたんだ。お目当てはアファシスですか？こんにちは。どうも。でも僕の目当ては君のマスターなんだ。いつきはお目が高いですね。マスターはとてもいい人で将来有望なのです。まだまだヘナチョコですけど、私が GGO1 のガンマンに育てますからご安心ください。このアファシスにはユニークなアルゴリズムが設定されているようだね。それともマスターがユニークだからその影響を受けているのかな。で、話なんだけど。いつきさん、そろそろ集合場所に行かないと間に合いませんよ。そうだった。あ、パイソン君、それキャンセルできない？エネミー相手の狩りなんて退屈なだけだしさ。前からの約束じゃないですか。スコードロンのみんなで楽しみにしていたんですよ。
わかったわかった、ついてないな。まあもともと運は悪い方なんだけど。今度はゆっくり話そう。じゃあ、あんたいつの間に五木さんと仲良くなったの？友達ができるのはいいことだけど、私に教えてくれてもいいじゃない。私が先輩なんだから、何かあったら一番に話してよね。君に相談があるんだけど、 SBC フリューゲルが解放されたら俺たちと一緒に攻略しないか？そうね。リリースの情報によればフリューゲル付近は高難易度フィールドになるらしいし、初心者には難しいと思うわ。まずはレベル上げしないと。あと確か SBC フリューゲルのクエストってアファシスが必須になるって話でしたよね。アファシスが行けば役に立つかもしれないけど、でも攻略に必要なアファシスならレンタルできるようになったし、残念だけどレベルが上がるまでキリトさんたちを待たせるのは悪いから。クレハさんだって十分強いじゃない。一番乗りを狙わなくていいの？それもしたいけど、私は付き合い長いから。 GGO に呼んだのも私だしね。しばらくは特別にあんたのお守りをしてあげるから、ガンガン経験値と資金を稼ぐわよ。いいコンビなのね。そういうんじゃないわよ。誘ったからには私が面倒を見てあげないとダメだから。二人の邪魔をしたいわけではないけど、一緒に攻略したいというのはキリトだけじゃない、みんなの意見なの。ぶっちゃけ俺たちそんなにレベルは高くないんだ。まさか、あんなにランキングに載っているのに。対人戦はプレイヤースキルで賄えるところもあるしね。あまり効率を重視しないで楽しんでいたから。多分クレハとあまり変わらないんじゃない？だから SBC フリューゲルが解放される前に俺たちもレベル上げしたいんだ。ちなみに下心もなくはない。タイプ X の方が有利な仕掛けがあるかもしれない。隠しイベントとかあるかもしれないしね。それにせっかくお友達になれたんですから、バラバラで攻略するのは寂しいです。こういう大きなイベントはさ、みんなでやった方が絶対に楽しいって。よーし、これで決まりね。まずはレベル上げしに行こうよ。武器やアイテムの準備も忘れないでね。メンテナンスは私に任せて。アファシスも新フィールドもわからないことだらけか。情報収集も重要ね。なんかワクワクしてきたね。 SBC フリューゲルを目指して頑張ろう。迷子になりかけていたのはあなたでしょう。はじめまして、私はデイジー、アファシスタイプ X です。急に走ったら危ないわよ、デイジーちゃんと迷子ちゃん。マスター、私の運動に関するプログラムは規定値をクリアしています。この程度の走行で転倒や衝突は起こしません。どうかご安心を。あなたたちのような可愛い子には別の危険もあるの。私のそばから離れてはダメよ。承知しました、マスター。
あなたが迷子ちゃんのマスターさんかしら。この迷子ちゃんはうちのデイジーちゃんと同じタイプ X でしょ。レア中のレア、 GGO 中で注目の的のね。噂は聞いているわ。幸運なニュービーさんよね。でも幸運がいつまで続くかはわからないわ。目を離したら誰かに盗まれちゃうかもしれないわよ。アファシス、特にタイプ X の使用は明らかにされてないけれど、アイテム扱いなら所有権を移動する方法はいくつかあるもの。本当に何も知らないのね。総督府の告知はチェックしているの？アファシスは GGO 初の大型アップデートの目玉なのよ。自発的に考え行動できる高度な学習型 AI を搭載。特にタイプ X はそれぞれに個性が設定されたプログラマー泣かせの仕様なの。おー、さらに戦闘だけじゃなくマスターの資産管理、あらゆるサポートまでしてくれるのよ。実は SAO のメンタルヘルスカウンセリングプログラムを参考に。これはあくまでも噂だけど、プレイヤーの感情に反応する高度な知性を持っているのは事実よね。とにかく性能面から言ってもビジュアル面から言っても GGO 中のプレイヤーが欲しがっている存在よ。だからタイプ X を街中で連れ歩くなんてよほど腕に自信がなければただのおバカさんですわ。まああなたの場合はアファシスを持っていることをみんな知っているから気にしても仕方ないかもしれないけど、奪われるのが嫌なら大切なものを守るだけの力をつけるか、強いプレイヤーのスコードロンに入るのも一つの手ね。素直なのね。そういう子は嫌いじゃないわ。私はゼリスカ、よろしくね。そうそう、あなたのアファシス、さっきうちのデイジーちゃんと友達になったみたいなの。タイプ X と会ったのは初めてです。よろしければ今後も情報交換をさせてください。ちゃん、あなたのことは何と呼べばいいのかしら。マスターのお友達にはレイちゃんと呼んでいただいています。本当の名前はマスターだけのものなのです。そうなの、よろしくねレイちゃん。よろしくお願いしますレイちゃん。いいわね、アファシスが2人並んでいる図。でも同じタイプ X なのに性格は随分違うみたい。何よりマスター以外の人に名前を呼ばれるのを嫌がるなんて、そんな性格設定初めて聞いたわ。なるほど、マスターが個性を肯定してくれるからこの子は生き生きとしているんでしょうね。初心者が偶然手に入れたと聞いたときは心配したけれど、よかった。マスター、そろそろ設定されたお時間です。いけない。今日はもうログアウトしなきゃ。
それではまたね、レイちゃん。今日の買い物はあとこの2つを買えば OK ね。クレハ、この商品は向こうの通りのショップに行かないと買えないのです。ああ、そうだったわ。こっちのアイテムは…レイちゃん、そっちのアイテムの買い出しはお願いしてもいい？こっちは私たちで買っておくから。了解なのです。じゃあ、行きましょうか。この辺…あ、もう一つ先の道だったわ。そうね。そういえばさ、今度あんたの家の近くに行くんだけど。あ、家ってリアルの話よ。ちょっとあの辺に用事があってね。ねえ、もしあんたが暇だったらでいいんだけどさ、今度現実世界で会わない？こっちでは頻繁に会ってるけど、あっちでは最近全然会ってないでしょ。だから。ね、懐かしいわね。昔はこういうのをいろんなお店に置かれてたわ。そうなのですか？そうそう。あ、そういえばあんたと昔一緒にこういうので遊んだことあったわよね。私も今思い出したくらいだもの。忘れてたとしても仕方ないわ。マスターの昔の話なのですか？ええ、そうよ。幼馴染だからね。家も近くて昔はよく一緒に遊んだわ。それで二人でよくこういうカプセルトイを買って中身を集めてたの。普段は運のいい方なのに、カプセルトイだけは変な雑魚キャラっぽいのしか出てこなくて。泣きべそ書いてたこともあったよね。楽しそうなのです。それでどうなったのですか？仕方ないから、私が取ったやつを交換してあげてたのよ。鼻水垂らしながら喜んでたわよね。お二人の小さな頃は仲がとっても良さそうなのです。そうかな。他にもそういうお話を聞かせてほしいのです。そんなの他のことは忘れたわ。今はそれより買い物が先でしょ。ほら、さっさと行くわよ。クレハ？さて、買い物も無事終わったことだし、今日はそろそろログアウトしましょう。マスター、クレハ、最後に質問をしてもいいですか？さっきの話ですが。そうなのです。だからもう忘れたって。はい。でも一つだけどうしても聞かせてほしいのです。二人は昔はずっと一緒にいたのですよね？そんなにずっとってわけでもないけど。それなのにどうして離れてしまったのですか？確かこの GGO で久しぶりに再会したんですよね？ああ、そういうこと。もしかして喧嘩をしていたんですか？そうじゃないわ。ええ、そうね。引っ越した原因はいくつもあって、親の仕事の都合とか借りてた家の事情とか、
あとお姉ちゃんの学校のこととかね。クレハのお姉さんですか？ええ、うちのお姉ちゃんすごく頭が良くてね、学業を優先するためっていうのも理由の一つだったの。あんたもこの辺の話は知ってるはずよね。引っ越した時は仕方がないと思ってたし、今でもそう思ってる。でも知らないところに行くのは不安だったし、友達と離れちゃうのはやっぱり悲しかった。お姉ちゃんのせいじゃないって頭では分かってるんだけどね。クレハは今でも悲しいのですか？まさか。それよりもさ、買い物も終わったことだし、カプセルトイをプレイしてみない？え、ログアウトはいいのですか？気が変わったの。ちょっと気分転換したくなったのよ。あんたも付き合っていいで。立てる。突破する。そこね。使うぞ。使うわよ。わーい。行くわよ。
説明するわね。調子はどうだ？何かあったら言えよ。説明するぞ。こんにちは。あら、それでね、まずはじめにね。マスター、とっておきの情報をお伝えします。アファシス、つまり私は宇宙船 SBC フリューゲルに入るための鍵になります。つまり文字通りのキーパーソンです。えらいでしょう。ありがとうございます、マスター。で、相談というか報告なのですけど、私はまだヘナチョコなので強化しないと鍵になれないのです。それってどういうこと？私の機能は現在完璧ではありません。昔 SBC フリューゲルが墜落した時の衝撃でフィールドのあちこちにパーツを落としてしまったのです。あ、そういう話だったんだ。その後すぐにスリープ状態になり、マスターと会うまでずっと眠っていたので、パーツを落とした場所もあやふやです。パーツがなければ私はヘナチョコのままです。マスター、パーツを集めていただけないでしょうか？強化すればミサイルを発射できるようになったり、爆撃機や戦車になったりもできるかもしれません。なるほど、アファシスの強化クエストってわけね。タイプ X 独自のものなのかな。マスター、
ぜひお願いします。私が強くなればもっとお役に立てるようになりますから。もっとね。マスターも大変ね。キリト君、今だよ。なんとかなったな。うん、お疲れ様。はい、アスナの合図でキリトがズガーッと攻撃していてすごかったのです。サンキューな。 GGO 版スイッチってとこだね。その息の合ったプレー、やっぱり二人が恋人だからできるのですか？え？あ、直球だね。でもそれはちょっと違うかな。私たちは長い間一緒に戦い続けてきて、信頼できるパートナーになったの。だから戦闘中もお互いに考えていることがよくわかるし、息も合わせられるんだと思うよ。信頼できるパートナー。ああ、そうだな。二人で共に戦うことで絆を育んでいった、そんな感じかな。絆ですか。絆と仲良くすることは違うのですか？仲良くするのもすっごく大事だけど、絆ってそれだけじゃないと思うな。私もマスターとの絆が欲しいです。マスター、絆をください。お願いしてもらうものじゃないかな。あ、だったら格好の舞台があるぜ。確か、あ、ほらこれだ。これは次に開催されるイベントの告知ですね。ペアを組んで戦いに挑む PVP イベントですか？うん、いわゆるタッグトーナメント戦の大会だね。私たちも出場しようと思ってるんだけど。やります。マスターとの絆を手に入れるために私も参加します。これってライバルを勧誘しちゃったのか。そうだね。キリト君、二人にイベントを紹介したこと後悔するかもね。そんなことは。でもキリトやアズナに挑戦するつもりで頑張るのです。ああ、お互い勝ち上がれるといいな。マスター、前方に敵を発見です。あの人、こちらに気づかずに歩いているのです。逃げ場も少ないですし、二人で攻撃すれば楽に倒せそうです。でもチャンスなのです。初戦を颯爽と勝利できるのに。マスター、どうしてなのですか？これは別方向からの射撃。もしかしてあの敵プレイヤーとコンビを組んでる人ですか？隠れていた敵に見つかったのは私が騒いだせいなのです。はい、
わざと分かりやすい場所に最初の一人を配置することでこちらをおびき出そうとしていたのですね。そしてこちらがのこのこ現れたところを隠れていたもう一人が攻撃をするつもりだった。おお、二人とも、お疲れ。モニターで見てたよ。初戦突破おめでとう。キリとアスナ、どうしたんだ。せっかく勝てたのに、なんか元気ないな。何かあったの？実は。なるほど。確かに最初危なっかしい場面があったもんな。キリトたちにもそう見えていましたか。キリトくん、さらに落ち込ませてどうするの。すまん。レイちゃんは足を引っ張っちゃったことを悔やんでるの？それもそうですが、私はこの大会で絆がどんなものなのか知りたいと思っていました。でも絆どころか敵の連携にもあっさり引っかかりそうになってしまいました。戦いの中で育む絆というものは長い間の経験のその先にあるものなのに、敵のあんな簡単な作戦もわからないなんて。今までは絆どころかマスターに迷惑をかけてしまうだけかもと思うと。確かに友情や絆を深めていくのには時間がかかるものだな。そもそも気の合わない奴らとはどれだけ一緒にいたって仲良くなんてなれるわけないし。でも絆ってのは時間や経験だけが決めるものじゃないと思うぜ。それはどういうことなのですか？俺が口で言っても仕方ないと思う。きっとアバシスたちが戦いの中で見つけ出していくもの、そんな気がするんだ。戦いの中で見つけ出す。あんまり難しく考えないようにした方がいいかもね。戦いに集中できなければ元も子もないよ。あ、はい。マスター、はい。あいつらの2回戦は終わったみたいだな。なんとか勝てたみたいでよかったぜ。うん。でもレイちゃんの動きあんまり良くなかったね。やっぱり考えすぎちゃってるのかも。そうだな。アバシスはマスターをサポートしようとしているけど、マスターの方はそんなことは望んでいない。もっと対等なパートナーとしてアバシスと共に戦っていきたい。きっとそう思ってるんだと思う。そうだね。でもレイちゃんも自分の役割を果たそうと必死なんだと思うよ。そう簡単にそれを捨てることはできないんじゃないかな。だよな。アバシスも間違ってるわけじゃないしな。だからこそこのタッグバトルが何かのきっかけになればいいと思ってたんだけど。そうね。あ、キリト君、ほら、あそこ。次の第3回戦の組み合わせが告知されてる。あっちも私たちも勝ち上がっている以上、どこかで当たるのは当たり前だけど、ここでぶつかるなんてね。
なあ、アスナ、ちょっと考えがあるんだ。あいつらを誘った手前、なんとかしたいって気持ちが消えなくてさ。そうだね。キリト君が言いたいこと、なんとなくわかってるよ。マスター。ついにキリトたちとの対戦が始まったのです。二人は強敵ですが、負けないように頑張るのです。ここにいたな、二人とも。キリト、アスナ。この戦い、負けるわけにはいかないよ。本気で行かせてもらうからね。もちろんなのです。じゃあ遠慮なく行かせてもらうぜ。さすがはあの二人なのです。とんでもない強さの一回戦二回戦の対戦相手とは格が違うのです。マスター、大丈夫ですか？それは…でもアファシスにとって、マスターは大切な守るべき人なのです。マスターを守ることは、私にとって一番大切な務めなのです。二人とも、ここに隠れてたんだな。ついに見つけたぜ。覚悟はいいかな？負けちまったな。レイちゃんたちのコンビネーションすごかったね。キリト、アスナ。ああ、息もぴったりだったぜ。俺から見ても二人の間にはパートナーとしての絆を感じたぜ。もしかして二人は。ん？いえ、何でもないのです。さあさあ、それよりも次は決勝戦だよ。二人とも頑張ってね。あ、はい、なのです。やっほせい、やっ、それだ、わーい、発見。
よし突破する。うわそうだな、発見、ヘイトを散らさなきゃ。終わり、二度と応援してるよ。やっ、逃げだ。助かった。アバスで助かった。素晴らしい。任せてよ。
ートを散らさなきゃ。クリティカルヒットです。使うぞ。待ってください。キュッ、キュッ、回復してほしいんだけど。ポイントに注意してください。すごいな。ヘイトを散らさなきゃ。Thanks for watching. Please don't forget to hit the like button and subscribe for more like this.